はい、こんにちは、まめと申します。めんどくさいレジェンドをやっていきたいと思います。前回の終わりね、なんか変な夢を見たんだよね。あのね、追いかけっこをしていたら、なんかあのガキンチョが分身をするという変な夢を見たんだけど、これは正しいのか、ちょっとやっていきましょう。はい、鬼ごっこをしようよということで、早速やっていきたいと思います。これちなみにどうやって引っかかったんだろうね。ちょっと他のところ歩き回ってみるか。なんだろうね、水路自体は捕まらないと思うので、うん、次はどういうところに引っかかったの。反対の様子を行こうかな。あ、引っかかった。はい、引っかかった。あー、こういったら引っかかるみたいだね。じゃあ、観光していいよ。出てる。あのね、20秒台になったら本当にやつが分身していきたいんだよね。なので、それまでちょっとドラドラしていいよ。あ、あー、あれ、もしかしてここいい感じ。まさかの、これシステムの穴をつきましたよ。きたー。すごい、初めからちょっとね嬉しいんだけど、すごい絵は地味だけど私はすごく嬉しい。8 7 6 5 4 3 2 1。あー、捕まえられなかった。残念。僕に勝てた人は初めてだよ。ご褒美あげる。何をもらったんだ。待って、ご褒美あげるで、ああ、ここに行けばいいのね。はい、ご褒美。魔物の餌を手に入れた。この魔物の餌ってさ、桃太郎のきびだんご的な感じなのかな。アルコールゼロ、味方単体の HP を 50% 回復する。あ、回復アイテムなんだ。はい、魔物の餌、魔物にあげると喜ぶ。やっぱりなんか桃太郎的な感じで仲間になっていくのかな。お、うん、フレンダー、ここは。ここは道具屋でございます。美味しい洋菓子もありますよ。洋菓子か。ケーキとかお城でいつも食べてるからな。おすすめはレーズンとレバーのチョコレートマフィンです。レバー。レーズンまではいいんだが、レバー、それは食べたことないな。っていうか食べ物なのかそれ。騙されたと思って一つ食べてみても、食べてみませぬか。レバーって肝臓だよね。なんかモソモソしてて僕嫌いなんだよな。私もレバーは苦手でして、加えて干し物も、好みではなく、最初は抵抗があったのですが。レバーもレーズンもダメじゃん。今はトリコです。どうしてそうなっちゃったんだ。食べてみるか。なんかウサギの置物。さようでございます。ご興味がおありですか。触り心地がいいなと。しかしこういったものは目立ちますから、寄り道が、王様にバレてしまう可能性も。そっか、諦めるよ。これは贈り物でございます。日頃お世話になっている方にこういったお菓子の、お菓子入りの贈り物を贈り合う習慣が民の間にはあるのです。なるほど。でも高いね。はい、民の言葉ではありますが、ボッテルってやつです。そっか、ボッテル、新しい言葉を覚えたよ。いやー、王子にはね、使うことはないでしょう。綺麗な布だけど、布なんて買ってどうするの。王子が着ている服だってこういった布を使っているのですよ。ああ、そうか。僕って今まで自分で何か作るとか経験ないから。では今度、執事殿に編み物の習い事を提案しておきましょう。いいよ、それ多分騎士団長の仕事じゃないよ。習い事増えるの面倒だし。そうですか、承知しました。パンがある。パンだ。俺ご飯派なんだよね。わかる。いや、でもね、私ね、パンも好きなんだよ。どっちも好きだからね。すごいね、どっちってつけがたい。なんと、私も同じでございます。おお、気が合うね。こう言って、豆王子と好きなものなどをゆっくり語り合う日が来るとは夢にも思っていませんでした。大げさだな。
時間があるときは僕の部屋に来れば話せるじゃない。それもそうですか。ただ少し難しいのです。難しくないときも、忙しくないときも難しいの。なんで？それは、騎士同心にしか分かれぬものにございます。騎士同心か。じゃあ俺も剣の鍛錬をすれば分かるかな。性別が変わらないと分かりませんが。なんでもありません。なんかフレンドが可愛いよ。今日どうしたの？フルーツが美味しそうだな。雪国の特性を生かした名産品です。おそらく王子の食事にも調理された形ではあれども出ていると思いますよ。ジャム的な何かでしょうか。女性の装飾品、かな。綺麗ですね。貴重な宝石は使われていないようですが、それがまた素朴で素敵だと思います。フレンダーってこういうのつけるの？光物の類はあまり。騎士団長である身の上、あまり部下に浮ついた姿を見られたくはありません。その髪飾りは浮ついてないの？つけたら可愛いと思うけど。これだね。騎士団長には可愛さなどはいりませぬ。そう？フレンドがそう思うならいいけど、もう一個の選択肢も見れない。もう見れないだと。世界地図、すっげえ。ねえフレンダ、ガミシニ王国は、どこからどこまで？ここだけでございます。ここだけ？ちっちゃ。それだけ世界は広いということです。私もまだほとんどの場所に行ったことがございません。そういう意味で言えば、王子も私も多くの、同じくこの大陸に住む小さな存在。少しだけ私が外を知っているだけというだけで、この大きな世界のことは何も知らない。王子も私もまだ多くを知ることができる可能性に満ちた存在であると心躍らせることができます。いつかこの地図に書いてある場所全部に行きたい。そしてこの土地の人々と、仲良くなりたい。叶いますよ。王子がその夢を持ち続けて行動すれば。希望捨てず諦めないのなら、夢は、そして可能性は、大きければ大きいほど愉快なものとなるはずです。ああ。なんか、いい言葉を聞きましたね。出た！レーズンとレバーのチョコレートマフィン。これか。これを買えばいいのかな？これは、血？魔物の血ですね。なんでそんなもの？ブラッドルーンと言われる。なんだ？狼かの魔物の血は、元来より体にいい薬として売り買いされています。ブレンダも飲んだことあるの？ブレンダじゃない、フレンダだ。私がまだ騎士団長でなかった頃の遠征時に何度か討伐したルーンの血を団長に飲ませていただきました。で、味は？なんと言いますか。実際に、暖かくないのに体が熱くなるというか、全身に来ているという感じだけで、味に深い印象がないのです。ただ酔いに近い感覚を味わったという意味で。お酒の味は知りませんが、私のイメージしているお酒というものに近い味だったかと。ほう、これは血じゃなくて媚薬というものではないのか。とりあえずじゃあチョコレートマフィンを買えばいいのかな。お客さんですか。すいません、コンタクトをなくしてしまいまして今何も見えないのです。店長、目が悪かったのですか。その声はレーズントレバーのチョコレートマフィン団長。変な名前つけられてるぞ。レーズントレバーのチョコレートマフィン団長。照れます。照れるの？どうか団長さん、私のコンタクトを探してくださいませんか。なくしたと言ってもここら辺でしょ。もちろんお手伝いしますよ。ありがとうございます。この店のどこかにはあると思うのですが。これは、間違った。またこうやって、連打ゲーですか？連打。外に出ちゃった。
出ちゃえるのね。んー、ないぞ。あ、ハマってたとか言うんじゃねえだろうな、まさか。まさかそんなオチは店長許さねえよ。こんなに探してないんだから店長許さないよ。ちょっとありえそうな気がしてきたんだけど。ありえそうな気がする。これで多分全床調べたんじゃないのか。だよね。店長どういうことだ。え、この店のどこかにはあると思うの。え、探してるんだけど。めっちゃ探してるんだけど。え、この装飾品の中にないよな。まさかさ、これの中に。店長どういうことだよ。え、びっくりした。コンタクトを見つけた。壁にめり込んでたぞ。壁にめり込んでたんだけど。おお、コンタクト、これ片方が見えました。これはまさか。でも片方だけ見えるのって気持ち悪いですね。もう片方はなかったですか。探した限りではもしかしたら外に落としちゃったのかもな。どうしてそんなことにつけてたんですよね。それもそうですね。でもコンタクトが一人でに歩いて逃げてしまうということも珍しいことではありません。どんなコンタクトを使っていたんですか。とりあえず外は広いですが、どうか外のコンタクトもお願いします。はい、承知しました。承知したくない、承知したくないよ。うへぇ、うへぇ、なんて骨が折れる作業になりそうなんだ。えぇ、少年、この一瞬で何があった。めっちゃムキムキになってやがる。これは鬼ごっこ少年。しかも強い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 。ちょっと待って、死ぬんじゃないのか。私セーブしたよね、大丈夫よね。コンタクトを見つかってセーブしたんだよね。 OK。 じゃあ広いコンタクトを探していきたいと思います。倍速かカットかな。つらい、もうつらい、もうめげそう、もうめげそうなんだけど。早くも、とりあえずまずはこの石を、石のところを探していきたいと思います。あれ、なんか光ってね。探し回らなくても今回は親切だったんだね。なぜここに。アイテム屋さんなりの考えがあってのことかもしれません。フレンダは彼に謎の信頼を置いてるね。レーズンとレバーのチョコレートマフィン店長ですから。謎のあだ名で呼び合ってるんだね。あー、カカシのところに行かなくてもよかったとりあえずまあ見つけてきたよ。はい、どうぞ。おお、これは片方のコンタクト、ありがとうございます。これで商売が、再開できる。アイテム屋さんで買い物ができるようになった。これで買っちゃうのかな。わわー、いっぱいある、いっぱいあるよ。お、宝石指輪のレプリカ、本物の宝石ではないがその輝きの本物さながら美しさと言える。これはん、
どういうことだ。プラスゼロ。あー、装備品なのか。でもフレンダはマイナスになっちゃうから、とりあえずこれを1個買ってあげるか。はい、よし。ということで、あと行ってないところはこのお店3つですね。はい。じゃあまずバーに入っていきたいと思います。怖いな、なんかめちゃくちゃ絡まれそうじゃないか。あ、じゃあまずバニーガールに話しかけようかね。ゲラゲラ4。酔っ払いのバニーガールが出現。めっちゃ可愛いね。でもこのグラフィックヤバタンだわ。小悪魔的な感じ。あのね、見えるかな、羽にハートがついてるんだよね。めっちゃ可愛くないかこれ。バニーガール超キャバタンなんだけど、酔っ払ってるならさ、このまま持って帰る。うん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 。意外と強いんだね、バニーちゃん。バニーちゃん強い。どうしよう。これはフレンダさんのこれを使う時が来たか。酔っ払いのバニーガール。え、マジで強いよ。どういうこと。これは TP が30溜まるまで使う。ああ、分かった分かった分かった。やばい。魔法でヒーリング豆。豆弱いんじゃない。豆弱いよ。よし、今度は特技のタブルあれ、てまいいや。え、マジで300も。ずるくない。ずるくない、それる気がしないんだけど。勝てないようにできてんじゃない。はい、とりあえずダブルスラッシュ。え、ちょっと待てよ、嘘だろ。とりあえずヒーリングを自分にかけて、あ、豆ってなんか、あ、そっか、この特技を覚えるためにあの侍さんがいたのかな。じゃあとりあえず、まあ、ここに会心の一撃出た。もう一回会心の一撃来ないか。毒が地味、毒ビビン。やばいやばいって。ヒーリングの、おおほほ、ちょっとさ、ラスボス的な勢いじゃない、ないか、バニーガール。バニーカチューシャを手に入れた。あ、これちょっとお泊り行こう。お泊り行こう。つらい、つらたん、めっちゃ。とりあえずさっきの装備でバニー頭、あ、バニーカチューシャの方が高いですね。俊敏性がちょっと落ちるぐらいでも HP が結構上がるから、こっちにしよう。はい、 OK。 ちょっと止まろう止まろう。今お金何本持ってんの。400か。これ30でもいいんじゃない。大きい部屋にじゃあお願いします。あー、よう寝たわー。お目覚めですか、王子。うん、よく寝た。フレンダはちょっと顔に元気がないような。なかなか緊張で眠れませんでした。身分の高い方と寝るというのはやはり緊張するものでした。しかしそれで睡眠不足になるとは、まだまだ精神の鍛錬が足りないようです。はは、大げさだな。次は気にせず寝なよ。努力いたします。ということで、あのバーはなんか一人一人戦っていくような気がするので、ちょっとなんか時間かかりそうなので、
この武器と防具のお店にまず行きたいと思います。はい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 、いらっしゃい。はい、これがプラス4プラス2プラス3属性攻撃があるのか。持っているものの最大 HP を、あ、へえ。これは基本的な剣ではあるが破壊力は抜群、ただし属性がついていないのが難点と。どうしようかな。これなんかいいね。雷の属性を持った剣、少し攻撃が遅くなる。一応全部買っておくか。まずこれ買っておいて、これ買ったらちょっと宿が厳しい気がするから、とりあえずこれを装備。おお、あ、待って、見てなかった。攻撃力が14上がったのね。そういえばさ、頭にさあのフレンダがつけてたの使えるよね。ということでつけましょう。かわいい、なんてかわいいんだ。よし、これでじゃあ、うん、セーブしてと。隣が、あそこなんか宝箱あるよね。いけるよね。ちょっと行ってみるか。後ろから話しかけても、あー、ちゃんとお見せしてくれるのね。ほい。私の歌聞きたい。1回80ゴールドよ。いや、いいっす、別に。まあ、お金に余裕が、ある時に聞きに行きましょうか。100ゴールド手に入れた。アルコールゼロを手に入れた。これは、歌を聴いていけってことだよね。明らかに。はい。じゃあ、聴いてあげましょうか。おばさんの歌、どうぞ。行くんよ。めっちゃめっちゃ素敵なお歌をありがとう。はい、ということでということでいきましょうか。はい、こっちはすごいな、防具か。はい、いらっしゃい。プラス2。絹で作った服、防御力はあまりないが、触り心地がいい。プラス1か。壊れにくそうだ。これは別にいいかな。ん？なんだ？素早くなり、体力も増える。これぐらいかな。これとこれ買っとくか、一応。はい。はい。一応これも買っとく？ピアス系はでもどうしよう、後でこれも買いに来るか、お金に余裕ができましたら。よし、これを装備してと。さて、服、よいしょ。装飾品は今何も持ってないんだよね。よし、これで辛くないんじゃないか。こういうのは特に見て回れないんだね。出るのが辛い。出るのが辛い。よし、オッケー。じゃあなんかバーでちょっと一発戦ってみるか。どんぐらい強くなったか見ましょう。これは店長がラス一番強いって感じなのかな。ということ、あれ？あれ？これこの二人なんか見たことないですか？あ。見たことないですかっていうのもあれなんだけど、ね、それはそれこそね、このゲームを作ってる死神さんのね、ゲーム実況で見たことがあるお方たちなんですよね。スタングとボーネットじゃない。はい、話しかけてみるか。別に酔っ払ってないけど戦うか。スタングさんは強そうだな。え？スタング、スタング漢字になってますね。はい、スタングが出現ということで、強そうだなスタングさん。はい、あー、どうだ、マミさん強くなってるの？わかんないな、強くなってるかが。
けいけいけ。どうしようかな。これで何個で止まるんだったっけ。30か。おっ、いけ。これってさ、スタイルさん、うわーみたいなやられたふりとかするんじゃない。え、何が起こったの。見てなかった、フレンドさん。どうしたどうした、やばいよ。これはまだ回復はいいな。すごい、なんかフレンドを中心に狙ってきますね、スタンプさん。お、すごい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 、スタンプを倒した。120ゴールド、うまうまだね。スタンプの剣を手に入れた。マジでくれるんだ。そして、あー、ボーネットから戦えばよかったね。絶対弱いだろ、絶対弱いだろ、君絶対弱いよね、私知ってるよ。でもゴキブリなりの生命力。うわはははボーネットさん、この絵はかっこいいねボーネット漢字が墓の夫、根っこがウサギ、はい。ということで、多分ボーネットさんは豆のチョップだけで死にそうな気がするよ。苦手な属性で攻撃してしない限り私はやられませんよということは雷属性を持ってこいということか。逃げたい、とても逃げたい。これはえ、待って待って、苦手な属性、スタングの剣か、スタングの剣だな、わかった。あのボネットさん、逃がさして、逃がさしてくれないかな。逃げるが押せないんだよね、どうしよう。ちょっと一回切っていい。はい、ということでスタングの剣、これでボーネットが炎の剣か、魔王の剣とも呼ばれているとかいないとか、これでどうなんだ、やってみるか。これで倒れるんじゃない、ボーネットも。さすがに属性攻撃でしょすごい会心の一撃、なんだそれ。ボーネットめちゃくちゃ今回やられてますぞ。え、これ、え、この属性じゃないの。え、待って、飛ばしてしまった。まあまあいい、まあいい、行きましょう。なんかいい感じな気がする。うえー、外しちゃった。頑張るよ豆。まだ死なぬか、ボーネット。まあそうだよね、ゴキブリ並みの。ん、随分と諦めが悪いようですね。え、この属性は効かないのか、魔王の剣はダメなのか。あの雷属性を買ってこいということか、これは。そういうこと、どういうこと。600回復したもんね。あ、間違えた。じゃあこれはまた一回戻って雷属性を買ってくるか。しょうがない、こいつだって全然効かないんだもん。うん、か、あの雷属性買ってきます。でも死ぬまでちょっと私はこの戦いを見ていきたいかな、ということで。ということで、装備を、豆はスタングの剣で、フレンダさんにあの雷剣を持たせました。これでどうだ、これでどうだ、ボーネット。こいつ分かんねえな。体がなかったため全面カットさせていただきました。とりあえず、まあ、スタングの剣をいただいたので、これを、うん、じゃあこいつ、うん、キャ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 、ピエロが出現、めっちゃかっこいいね。とりあえず、まあ今回もピエロと今度は戦っていきましょう。
スタングさんは倒せなかった。スタングさんじゃない、ボーネットさんは倒せなかったね。ちょっと連続攻撃やばくない、やばくない。これ使おうか。キャキャ、何この子ちょっと強いんだけど。とりあえず魔法で自分にヒールをかけましょう。フレーナさん、キャッ、どうしよう、マメさんにもかけてあげる。いや、戦おうか。うっきゃっ、これ絶対に倒せない気がしてきた。うん、絶対倒せないよね多分。マメさんのやっぱりあれっすかね、マメさんの攻撃 TP を使えるね、特技、特技を、ああ特技を使わないとやっぱ倒せない気がするので、まずはマメさんの特技を覚えるたびに、え、倒せた。なんかやった、ピエロのイヤリングを手に入れた。やった、なんか装備品がどんどん集まっていくよ。さあ、マメさんにピエロのイヤリング、攻撃力が上がる、つけたいと思います。と、死んでるので死んでるので宿に行きたいと思います。ちなみに、ちなみに10ゴールドで止まったらどうなるだろう、やってみましょう。はい、おはようございます王子。ああ、おはよう。今日も一日頑張りましょう。ということで、あ、ちゃんと普通に回復するんだね。じゃあとりあえず今回はここで終わりたいと思います。次回はなんかね、そろそろ豆も特技が欲しいので、このね、隣の部屋のお侍さんからもらった鍵を使って、なんか洞窟に入って、なんだっけ、入り表山猫のストラップを取りに行きたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。ではバイチー。